どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲を弾いて歌ってこう弾き語りができるようになりますよ、ウクレレでということで日々簡単レッスン公開しております。今日も張り切っていきます。今日取り上げたい曲はパワフルに歌いたい曲、マッチのこの曲スニーカーブルース。これは近藤真彦さんのデビューシングルということで、調べてみるとですね、なんと1980年のリリースでございます。1980年ということはですね、ガズ少年、小学校1年生か2年生ということになると思いますけど、私ね、姉がおりまして、お姉ちゃんとお母さんがこの曲夢中で歌ってるなという子供心に記憶があって、結構知っている曲でしたね。まあでも、いい曲ですよ、すごい。で、今回、まあ、面白いフレーズなんかも入ってきて、めちゃくちゃテンションが上がりそうなんですけど、簡単バージョンとね、かっこいいバージョンといつも2バージョンやってるんですね。最初はシンプル簡単バージョン、誰でもできる。後半はかっこいいバージョン。簡単バージョンではね、一個だけどうしても逃れられないいい響きのコードを、それでも簡単ですから、このコードです。Em7-5 といって、ちょっと読み方は難しいですけど、これ考え方によっては、F の入門コードのうちの F を一段下げるだけです。一段下げるだけなんで、これなんとかこのコードで、簡単アレンジをしていきたいと思います。はい。簡単でしょ ?F の形のまま一段下げるだけですからね。そうやって考えて、簡単バージョンからぜひ皆さん、気楽にこの曲に挑戦してみてください。この曲歌えるのテンション上がりますからね。今日もモリモリレッスン始めていきましょう。本日は G ラブのブラックビューティーモデルのウクレレ。かっこいいでしょ、漆黒のウクレレ。と、シンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレ使ってレッスンしていきます。こっちの初めてウクレレは Amazon COJP で即発送になっておりますんで、ぜひ初めてウクレレ Amazon でちょっとチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、そしてこの黄緑色の本の予約がスタートになったよ。8月17日に発売なんですけれども、Amazon で予約スタートになって、予約段階でなんとベストセラー1位を頂戴しました。皆さん、嬉しい。ありがとうございます。なんですけど、予約してほしいんですけど、2つ注意点。この8月にガズレレも20万部突破記念キャンペーンがリットミュージック社さんに行っておよって行われる予定なんですけど、そのね、期間中にご指定のお店で買ってくださった方には、漏れなくですね、プレゼントがあったり、なんかいろいろあるんですよ。キャンペーンなんてね、お祝いですから。その時に買っていただいてもいいかなというふうに思うので、ちょっと待ってねということと、あともう一個。インストアライブ、無料インストアライブがあるかもしれません。今計画中なんですけど、それをやる会場で本を購入予約してした人じゃないと参加できないので、そういう意味もあって、ちょっと待ってもらってもいいかもしれませんが、予約もしてほしいということなんですけど、そうは言ってうちにそのさっきも言ったけど、アマゾンでベストセラー1位ということで、これは皆さんお待たせしましたという感じで嬉しいんですけど、ご活用いただければと思います。はい、じゃあレッスン入っていきましょう。今も言ったように前半は簡単版、後半はかっこいいバージョン、2バージョン最後まで見てねということでございます。まあその前にまずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからね、自分が大好きな曲、聴くじゃなくて、こう、やるに変えられるわけですから。ガズレレでぜひ音楽始めてください。さあ、レッスン入っていきましょう。スニーカーブルース。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン。このコードちょっと出てきちゃうけど、これ簡単。F を一段下げる。覚えておいてくださいね。やってみる。One, two, three, four.
ルース近藤正彦さんのデビューシングルやってみました。かっこいい。これもうなんかキュンキュンですね。あのいい曲ですよ。歌詞もよく見たらあのね、胸でファズギターかき鳴らす。ファズギターっていうのはエレキギターに使うこうすごい音をダーティーにね歪ませる機械なんですけど、ファズギターなんていうワードがここに入ってくるの知ってびっくりしましたけどですね。いやとにかくもう今こうして聞いてみるといい曲だなと思いました。なんか歌詞の内容とかも当時も全然そんなこと思ってなかったけど、なんかねあの面白い曲だなと、あの素晴らしいです。ぜひやってください。であのコードどうだった、これ Em75 名前は難しいけど簡単だったでしょ。 F を F の形のまま1個下げるだけですからね。これだけですからね。はい、ぜひあのこれはまあ慣れが必要かもしれないけどやってみてください。で今の演奏の長さなんですけど、これマッチがですねザ・トップ10とかザ・ベスト10に出ていた時の長さになっております。テレビバージョンです。これでも十分ボリュームありますから、これやってください。でガズレレの動画には歌詞と動画が表記されてますから、それ見ながらウクレレで練習スタートしてもらって、1個目のゴール設定は、今のガズさんの簡単バージョンの演奏に合わせて一緒にできるようになったら、おめでとうございます。1個目のゴール達成でございます。よかった。はい。これができるようになったら、じゃあ次のステップみんなどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと暗記ですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはやっぱり大変でしょうから、まずは楽譜を見て、見ながら何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃって、夕日に向かって、海に向かって歌う。これが素敵かなと思うんですけど。でもそうは言ったって、楽譜って一体どこにあるんですかという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のこのガズの演奏はですね、ガズが手書きで書いた手書きノートを見ながら演奏していきます。はい、はい、このノートなんですけどね、もう41冊目です。はい、スニーカーブルース、こんな感じで書いてます。今日もなかなか濃厚ビッチビチですよ。はい、これ、ね、もうちょっとしたら画面にこんな風に大きくして、みんなもこんな風に書いたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービスガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにねご活用していただけるというね画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、とガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。スニーカーブルース、このブルースがひらがななのがもう最高にたまりません。これがいいですね。80年代になったばっかですけど、近藤正彦さん名曲です。はい、イントロなんですけど、これ伸ばして E7 2つ、かっこいいバージョンでここ E7 サスポートコード変わってきます。こんな風に下にくるっとコードが書いてあるのはかっこいいバージョンです。ここもフレーズ1って書いてある。これかっこいいバージョンでここフレーズ弾いていきますからね。で、コードがね変わっているところが、あとここか、ここにありますね。はい、これほら Em75、 さっき皆さんにレクチャーした F を1段下げるっていうのここで出てくるんですけど、かっこいいバージョンではここそれぞれコードが変わってきたりしますんで、この辺が要注意になってます。はい、こんな感じで写しておきますが、今日ねワンブロックちっちゃいです。なのでちょっと読みづらいでくて急急かなと思うんですけど、これを1行にしちゃうとすごい余裕すぎるんですよね。なんでちょっとこのぎゅうぎゅう詰め感もこの曲のパワーの一部だと思って書いてください。はい、こんな感じで写しておくので、一時停止で皆さん、書いてください。
はい、まず B メロぐらいまで書けるかな、一時停止ね。で、今ね紹介させてもらったガズクラブで、この今映ってる手書きノートをデジタルデータでお手元にダウンロードして即座に活用していただくのもめっちゃおすすめです。ガズのノートの特徴言っときましょう。はい、ここ V マーク、はい、でここなんかこう点がついてます、言葉の上に。これでリズムがわかるんですよ。今後は V です。いきますよ。 1,2,3,4 うん、ペアで揃えたスニーカー、うんから急符から始まります。うん、ペアで揃えた、巣の上に点が、スニーカー、うん、春、夏、秋と、駆け抜け、かでここのブロック。うん、給付から始まる。こんな感じでリズムが分かるようになってます。あと、歌詞カードには載ってないね、この伸ばすところ。この歌詞の伸ばすところ、こういうところね。これがめちゃめちゃ参考になる。もうヒントがたっぷり詰まったこのガズノート。ぜひ皆さんガズクラブに入っていただいて、このデジタルデータをダウンロードしていただくのも、もうめちゃめちゃおすすめです。ぜひご活用ください。お時間ある方はこの通りに書いていくといいと思います。はい。一時停止で AB、AB メロ。1、2イントロから。はい、OK。で、ここがこう、B メロのこれちょっと飛び出したところです。で、ここでね、後半出てくるフレーズをここで解説してるんですけど、まあ、ここはちょっと一回置いといて。そして、ここからサビになります。はい、これこそみんなで歌いたいやつ。ベイビー、スニーカー、ブルース。いいですね。コードもシンプル。これがいいところ。はい、こんな感じでやっていきます。そして、ここ見てもらうとわかるように、ここね、A マイナーで4ブロック間奏です。例のそのフレーズ1っていうのをここでも弾きますからね。ここ間奏として次にですね、このブリッジパートに流れていきます。で、このブリッジパートはリズムが変わります。今のね、簡単バージョンではここ2つ弾きしていきました。1、2、1、2って感じで。はい。で、これかっこいいバージョンではここリズムダウンビートとカッティング入ってます。ここでドーンとリズムが変わりますからね。ここのブリッジパート要注意ポイントでございます。かっこいいバージョンも。はい。一時停止でサビ1からブリッジパート。書いていってください。いいかな？一時停止。はい。そしたら、ここ、もう ラストのね、ベイビースニーカーブルースやって終わるよということでございます。ここの最後のところもエンディングとして A マイナー4つで、終わっていく。エンディングとしてこの、フレーズを弾いて終わっていく。だからこのフレーズ結構もうすごい登場しますからね、と。はい、後で解説していきます。さあ、出てくるコード見ていきましょう。さっき出てきたこの Em7-5 は何回も説明してるんでね、これいいでしょ。で、これ以外の簡単コード。はい、これ。言ってきます。C と Am と F と A7 と Dm と G7 と E7。7個のコード。この7個のコードはね、ガズレレではね、もう典型的な入門コードのグループなんでご安心ください。ガズレレ必須コードのメンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレ始めた初心者さんに一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループがあるんです。でも10個もあるのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど、いっぺんにドンと10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるので、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に、わかりやすい動画貼っとくんで、ぜひガズレレ必須コード覚えちゃってください。さあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンの解説入っていく前に歌ですね。やっぱこのマッチのあのちょっとやんちゃなハスキーボイスがやっぱりこうなんつうかイメージがすごいあるんで、なんかこうエッチーな感じで歌いたくなりますね。言葉の瞬発力をね、ペアで揃えたスニーカーとかそういう感じで言葉パンパンって言っていくと、ちょっとマッチっぽい感じも出るし、ちょっとね、言葉にドライブ感も出てくるんで、ベイビースニーカーブルース、言葉にこうパンパンというね、アクセントを入れていく。こういうと、こういう感じでちょっとこの80年代のマッチの雰囲気を出せると、さらにテンション上がると思いますので、やってみてください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説やっていきます。かっこいいバージョンはね、コードが3つ追加。まず E7 サスポー。あ、さっきのこれもね、一応、いつものコードじゃないからだけどね。それ以外のコード。E7 サスポー。これは簡単です。入門コードのうちの1個 E7 の人差し指をここにやったら、はい、E7 サスポーです。イントロで E7 サスポーから E7 で伸ばして使う。これで出てきます。はい、そして A シャープ。A シャープっていうのはちょっとね、これはみんな押さえづらい。こことこことこことこと。1フレット1、2弦の1フレット1。3弦の2フレット、4弦の4フレットですね。こうやって押さえるか、1フレット全部押さえてちょいちょいと押さえるかということなんですけど、これ A シャープの押さえ方ね、めちゃくちゃ奥が深いんで、 A シャープだけを徹底解説してる動画概要欄に貼っておきます。制覇とかバレエとか言うんですけど、これができるようになるとすごく A シャープはいいと思います。はい、解説動画もちょっとじっくり見てください。あともう一個 G マイナー、これがちょっとみんな今日はね、難しいかも。ここ1弦の1フレット、2弦の3フレット、3弦の2フレット、
こうやって押さえるか、あるいは小指でこうかな。ここ、ここ、ここです。パッと行くのには結構慣れが必要です。はい。G マイナーちょっと押さえて、トライしてみてください。これがね、結構欠かせない。難しかったらさっき出てきたこの E マイナー75でも代用可能で、これでもかっこいいですけどね。まあ、G マイナーの方がやっぱちょっと響きはいいかなと。ベターかなと思います。はい。G マイナー使っていきましょう。この3つでかっこいいバージョン、さらにね、エモーショナルに、かっこよく決めていきたいと思います。じゃあ今日出てくるリズムでございます。はい、こちらです。ドン。基本的には8ビートじゃほとんどなんですけど、途中ブリッジパートで、ダウンベートって言ってリズムがドンと落ちるときに、16ビートのチャが参考になりますということでございます。さらにはカッティングと、あとフレーズのところでは疾走ビートというリズムがやっぱり出てくるかなということ。結構盛りだくさんです。はい、今映ってるリズムが出てくるんですけど、この解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろという URL の先に、それぞれの動画の濃厚レッスン動画がもうね、アップロードされてますんで、それぞれ見てください。ちょっとイントロからバーッとも解説していきます。最初イントロ E7 サス4で、3、4、1、2、3、4、これだけです。伸ばす。でここからリズム入っていくんですけど、8ビートのチャでかっこよくいきました。気持ちがいいミドルテンポ。次フレーズ、ここここからフレーズが入ります。これ今日の一番のキーポイントになる大事なところ。ここからフレーズいきますよ。まずやってみましょう。1,2,3,4。 わかります？一弦の00203053、00203053。はい、今の一弦の00203、00203を弾きながら Am を押さえて4弦の1フレットを押さえたまんまフレーズを弾きます。こういうフレーズの時は人差し指でここ押さえましょう。4弦の2フレット。だからガズの手見てて。で。これ5が遠いから、5の時は手首くるっと回してよ。こういうことですよ。くるっと回す。で。この角度のままだと小指届かないから、これちょっと際どいから、こう回すんですよ。わかる？ちょっと押さえづらい。で、これちょっと気合い入れてやってみると、1,2,3,4。これは結構ハイレベルです。はい。で、難しかったらちょっと逃げ道があります。この4弦の音を消します。どこでもいいから触って、パチパチ言わせます。それで、はい。4弦の音をこうミュートでちょっと殺しちゃうっていうか、そうするとどこでもいいわけですよね。これでもね、全然 OK です。はい、ちょっとトライしたい人は Am びっちり4弦の2フレットを押さえて、5の時に回転させるのがポイントになります。これができたらもう最高で、ただしここリズムも8ビートじゃなくて、その疾走ビートダダ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 ずっとアップとダウンを繰り返す。ここがポイントです。イントロやってみましょう。リズムが入ったところが1,2,3。次来るよ、ここです。はい、ペアで揃えた入ってきます。これが毎回毎回このフレーズがなんと入ってくるんですよ。まあ、なんでちょっとね、気合い入れて練習してほしいんですけど、まあ、この Am のここを押さえるの難しかったら、ほんとこれがおすすめ。こう触れるだけですよ。押さえちゃダメ、親指で。ちょっと引っ掛けて4弦に触れといて、そうしたらね、どこでもいい、自分が押さえやすいところに、いけるんで、これおすすめなんですけど、まあまあさっき言ったようにこだわりたい方は、ここも押さえてやっていこうと。はい。で、こんな感じで A メロも、ペアで揃えたスニーカー、春夏の駆け抜け、離れ離れの冬が来る。こんな感じで入ってくるわけ。5分だけでも、すごいでしょ？これ、リズムが変わっちゃダメですよ。歌ってる時の8ビートのチャット、8ビートのチャット、このフレーズが、滑らかに繋がるというか、もう一緒のビートの中でこれが弾くっていうのがポイントです。はい。00203053。このフレーズをもうとにかくものにしてください。そしたら、あとはね、結構シンプルで、ただしコードは変わってきますよ。B メロ。ジグザグザグジグザグジグ、ヒートリキ。この後 A シャープです、今度は。青春のテーマへで。この後、ツタタタタタタタ。はい、このツタタタタタよく出てきますね。最初にチャを弾いておいて、チャタタタタタタ。これおかずという風に言われてて、次のバースに行く前にこう盛り上げてからドーンっていく。こんな感じ。チャパパパパパパ。はい、こんな感じです。はい、で、そのまま続けていきましょう。ジグザグザグ、ジグザグ、ジグザグ。二人きり、ここ一人きりから二人きりになるのもね。で、ここでも G マイナー。
このままで、せーこれ次、矢印マーク。これシンコペーションです。リズムが前にズコンズコンと食い込んでいきます。このままでから、せーの、三枚。このままで、背中から、ずっと、泣いて、痛い。最後、ここでまた、あのフレーズ。こういう風になります。シンコペーション、ダンダンダカタダーンってアップで次のコードにドーンと変わりますから、ね、同じとこからこのままで背中から、せーの、3、はい。このままで、せー、ここ、ずっと、ずっと、抱いて、ここは普通、抱いて、ワン、ツー、スリー、ベイビーとなっていきます。あれもう畳みかけてきますよ、この B メロの最後は。はい。シンコペーションの応酬した後に、最後はシンコペーションしずに、あのフレーズ1、でん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 で、家聞いていきます。で、サビも、このフレーズ、毎回入ってくるんですよ。ベイビースニーカーブズ、ベイビー涙、デビーショヌレー。はい、入ってきます。これがもうね、もう毎回、もうこれでもかっていうぐらいにこのフレーズが入ってくるんで。で、サビの1回目終わったら感想なんですけど、なんと感想は今の4ブロックやるというね、パートです。で、ブリッジパートではリズムがドーンと落ちるダウンビート、これね、ダウンビートっていうのはガズレレではリズムが落ちることをこうやって言ってるんですけど、どういうリズムかちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー、せーの、サン、はい、ダダッチ、チタクチ、ダダッチ。これはカッティングのフレーズで、ここちょっと難しいです。16ビートのチャのノリですよ。今のこれを見てもらうと、 D マイナー、点点点、A マイナー、点点点点のノリですか。で、本当だったら、1、ダー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 、A マイナーで、ダー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 じゃないですか。だけどリズムが、ダダスタパ、スタスタスタタン、ダダスタタン、ダスタスタタンって、このリズムが、乗り方が変わるんですね。つまり、2ブロックで16ビートのチャ1回分みたいな、そんなちょっとね、捉え方なんですけど、ちょっとあんまり難しかったらあんまり意識しなくてもいい。リズムとしては16ビートのチャがめちゃくちゃ参考になるよということです。しかもここの街角は雨ブルースの要素のところは、カッティングを入れた、ちょっとね、おしゃれなんですよね。最初ダダッと弾きます。せーの、チャカツトスト ス, トスチャカツ、ダダツク、チャカツトスト ス, トスチャカ、これなかなか難しい。しかもここ歌うわけですから。ワン、ツー、スリー、フォー。街角は雨、ツトスとスと高く、ブルースの良さ。はい。ここがちょっと難しい。カッティングっていうのは、ダダつくと、こう、ダダってやったら、パッと弦触れて、どこでもいいですよ。で、そこで、カチャカチャやって、しかもチャも入れるわけ。ダダつく、タカツ、トスとスと、チャカツ。かっこいい。次、Aマイナー。ダダつく、E7 ダダツクタカツタツタ、カッティングはどこでもいいんですよ、はい、このカチャカチャやる。だからフレーズとしてはダダツツチャカツタツタツタチャカツクダダツクチャカツクツク、これを弾きながら歌う、なかなかすごいことでございます。ノリとしては16ビートのチャ、でその後後半は16ビートのチャ、ちょっとファンキービートで胸でファーズギターゆったりでしょ。あとこれもカッティングを入れるとさらにベターですけど、まあちょっとあんまりちょっとね、もう要素がすごく多いんで、すごくファンキーな、もうすげえかっちょいいリズムと言っておきましょう。ちょっとブリッジのところ全部やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。街角は雨、スタスタスタタカツカ、ブルースの良さ。次でカッティングなくなります。はい、ここ胸でファーズゆったり、三、はい、かき鳴らすようさ、ベイビースにて戻っていきます。ここでブリッジパートの最後もあのフレーズ1が登場しますからね。でサビも同じように、1回目のサビと同じような流れで、フレーズを弾き、最後は4回やって終わる。なあ、ちょっとこの駆け足説明ですけど、なかなかすごい。さあ、そしてですね、この曲といえばやっぱマッチーともタノキントリオですよ。タノキントリオ全盛時代ということでね。もうそのね、やっぱキラキラ時代をちょっと頭にこうイメージをしながら、もうやっぱこうエネルギッシュな時代。このね、感覚を常にこう持ちながらこれ歌った方がいいですね。で、あと言葉にもね、さっきも言ったけど圧をかけていく。ペアでソロエッタスニーカー。
こういうのもね、テンション上がりますから。さあ、張り切ってやっていきましょう。近藤正彦、マッチさんのスニーカーブルースガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる!1、2、3、4!マッチのスニーカーブルースガズレレルかっこいいバージョンやってみた、かっこいい。これはね、今こうしてこう改めてウクレレで弾き語りしてみるとね、なんていうかな、ロックを感じるすげえパワフルソングでした。8ビートだから基本ノリノリで気持ちがいいんでウクレレに合いますけど、途中落ちるとことかあのフレーズ、まあもうね、お楽しみがたくさんです。モリモリ楽しんでやっていきましょう。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、これデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、楽譜の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リッドミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうと、うわーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。でね、これね、簡単アレンジの楽譜しか書いてないんで、皆さんかっこいいバージョンやるときはここのね、楽譜に手で書いていくんですよ、このかっこいいバージョンのコードとかを。そして世界に一冊の自分だけの本を作っていく、そういうスタイルになってます。今年の8月に新しいソングブック6が出る予定です。皆さんチェックよろしくお願いします。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールは無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよと
ということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、あのストラップだったり、 T シャツだったりキャップだったり、いろんな楽しいグッズがねもう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これここのガズレレ .com このホームページのねバナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。